はい、皆さんこんばんは。こんばんは。蛍光灯でやってます。ちょっと暗いしね。サングラスと老眼鏡。さて今日はですね、ピンバッジの話ではなくて、こいつソニーの RX107、 正式名称は何ですかな、 DCS RX100M7。 まあ GoPro も買おうと思ったんですけどね。アクションカメラですか。 GoPro も検討したんですが、 GoPro とかああいったアクションカメラは望遠とかズームがないんですよね。これはズームがあります。ズームがあります。20ミリから200ミリまで。今日買ったばっかりです。相変わらず後先考えてません。ちょっと開けてみますかね。開けてみましょう。箱擦れてるね。ちょっと勘弁してよ。大丈夫か。はい、アイクラス取り扱い説明書、こんな感じですね。付属品は当然これ充電器だな。充電するケーブル。はい、本体。これが本体ですね。これが本体です。本体は小さいんですよ。なんか風呂敷みたいに入ってる。はい、これです。非常に小さいです。こんな感じで手の中に隠れちゃう。おっとっと、手の中に隠れちゃう。でも性能はすごいんですよね。これバッテリーは MPBX1。 当然予備のバッテリーも買いました。充電器か。今まではですね、これを使ってたんですよ。同じくソニーの HDR-MV1。 だいぶ落としたりして傷ついてますけど、これも非常に性能が良くて音がいいですよね。入力装置、ここにマイクがついてますけど、これ音楽用のアクションカメラだったんですよ。でも音も良くて、外でずっと、まあ、白馬とか八方池って冬の八方池行ってもこれで撮ってました。これがもう壊れちゃいました。ピントが合わなくなっちゃった。何回も落としてたもんですからね。ピントが合わなくなってもうちょっとダメでした、残念ながら。まあこれも良かったんですけれど、これはなぜがいいかというと、ズームができて写真も撮れて 4K も撮れます。 4K 動画も撮れる。まあオリンピックがありますからね、 4K 動画はもちろん撮りたいと思いますので。でオリンピックの例の会場での撮影なんですが、会場での撮影は大丈夫なんですよ。会場での撮影は大丈夫で、自分で見て編集してみるにはいいんですけど、それを SNS ね、 Twitter とか YouTube とか Facebook に上げるのはダメということらしいですわ。まあ多分上げてもすぐ消されちゃうんでしょうね。まあ試してみますけど、これだと望遠もありますから、もう選手をアップで撮れて、ものすごくこれ性能がいいんですよ。値段？高い。なんだかんだでね、予備バッテリーも入れて、どうしようかな。まあアクションカメラよりはズームが効きますので、
かオリンピックの会場でズームレンズでかいそういう大きなね皆さんズームレンズ買ってつけてるんですけど、これは光学ズームで本当に200ミリまで OK ですので、じゃあちょっと電池入れてみますかね。電池入れます。入れますよ、リチウム。先生ありがとう。おー動きましたね。おーこんなに伸びました。すごいですよ。200ミリまでいきますからね。光学レンズです。ソニーのカールツアイレンズとかすごいです。使ってるんだよ。で、手の中に隠れてしまう。非常に軽い。まあちょっとぶつけたり水には弱いですけど、まあ気をつければ。土砂降りの時はダメだねこれね。残念ながらこうビニールをかぶして自撮りもできます。自撮りもできます。じゃーん、こんな感じでカメラ映ってるね。ファインダー、ファインダーもであります。それとフラッシュ。まあ動画を自分はメインでやりますので、これで完璧ですね。カメラは今撮ってるカメラでしばらく行こうかなと。まあこの画像もすごいみたいですよ。1秒間に60個が撮れるってことで、オートフォーカスも完璧ですし、これは最高です。はい、じゃあそういうことでオリンピックで会いましょう。以上です。バイバイ。